これめっちゃうまいっすよ、マジで。ほんとねー。マジうまいっす。いやもうゼリーの時点でなー。わかる。それを言ったよ。ゼリー嫌いな人だったら、まあ確かにな。いや嫌いじゃない。嫌いじゃない。嫌いじゃないけどね。わざわざその、わざわざ買うほどじゃないのよ、ゼリー。わかるな。親がお中元とかでもらったやつをなんか詰め合わせみたいなの食べる、ね。え、マジっすか？ゼリー食うでしょう、うん。ゼリーを食べるタイミングわかんないわ、俺。わかるわ。食後や。ゼリーって。食後、うん、食後に食うでしょう。食後にゼリー美味しいっつって。食後にゼリー食べんの、うん、食うよ。シューさん、もうワンランク上行けば、シューさん。はい、そう、もうさ、いい年やねんからさ、はい、もうワンランク。え、食材に何食ってるか、じゃあ、みんな。いや、だから、果物を普通に買えばええやんか。果物。違う。あの、ちげんだよ、バカ。コンビニで、パッと買えるっていう。うん、このお手軽さですよ。桃剥かないといけないでしょ。ちげんだよ、バカって。いや、シューさん。言ってないです、言ってバカとか言ってないです。言ってないです、バカまで言ってないです。まあ、手軽さって買ったことか。ちょっと来週までにちょっと食ってください。なんか感想が聞きたいです。じゃあ来週までにいいことがあったら食べる。そんな嫌、そんな嫌なんすか。いや嫌というかね、300円はね、お高いじゃない300円って。いや、まあ俺は値段っていうのもゼリーっていうのゼリーっていうのこんな不評な。ゼリーってなんかね、騙された感じあるよな。あ、そうなんすか。うん、何に騙された。俺の中でラムネと同じ、ゼリーって。ほら、クオリティ、あの、なんていうの、その、ラムネですよ。食べ物にランクがあるとしたら、ラムネと同等だよ、ゼリーって。あの、ちっちゃい方ね。食玩の方の。あっちのラムネか。あっちのラムネ。ラムネか。同じレベル。ひどいな、それ。実質じゃないわ。あの友達ん家行っておやつよって言って出てきたらラムネと一緒俺。え、ゼリーが。そんな待って友達ん家行ってラムネ出てくることある？おやつ、ラムネ。いや、出てきたことないけど、それぐらい俺の中でゼリーってないのよ。なんかゼリー出されてイエーイってならへんやん。いや、だって果物入ってるじゃない。ゼリーやで。たっぷりさ、たっぷり入ってるやつあるじゃん。分かった。まあじゃあ分かった。じゃあ本当に食べるけど、うん、そんな嫌、いやいや、ゼリー食うことあります？じゃあ、いいことあったら食べる。いいことあったら